こんにちは、ヨウムさんですよ。霊夢さんです。マリサさんだぜ。あたいはチルノさんだよ。最後にサクヤさんです。前回に作った、ハムチャンズランド用の土地を整備しました。工業機械は全部ここに移したんだな。ここで作業をしてないと、ハムちゃんたちはテレポートしてくるからね。おいおいおい、もしかしてこのハムちゃん、寝てるのか？そうなの、なんか寝床を作ったら、そこで寝るようになって、コテンと転がってるのが、めちゃくちゃに可愛いんだぜ。このちょっと斜めになって寝てるのが、すごくキュートですね。あ、ちなみに寝床は、小麦を単体クラフトで作れました。可愛いね。おっと可愛いね、ボットさんこんにちは。でもまあ、ずっと観察していたいぐらいに可愛いんだぜ。寝てる間も尻尾はフリフリするのね。可愛いがオーバーフローして爆発しそうなんだぜ。わかる。と、いつまでも見ているわけにもいかないのでね、ハムチャンズランドの制作を続けますよ。一応ここが、仮置きのハムチャンズランドです。とりあえずハムチャンズが快適に暮らせるようにするには、餌とお水を確保し続ける必要があります。お水は水場があれば勝手に飲んでくれます。溺死の可能性は残りますが、もうハムちゃんの溺死はやめてくれよ。もちろんいずれは対処しますよ。ただ今回は、餌の確保を主に行いたいと思います。工業の力を使って、餌を永久的に補充するんでしたか？そう、まず餌となる種の生産は農業マシンでなんとかなるので、それを与える工程を自動化します。なんか、私は手作業で餌をあげたいぜ。その方が愛情がこもってるからさ。まあそうなんだけどさ、そうなるとずっと目が離せなくなるからね。工業は放置作業が結構多いので、放置中の自動給餌機能が欲しいです。自分であげたくなった時に、あげればいいからね。ということで、倉庫モッド、リファインドストレージの機能を使って、これを実現します。まずはケーブルを作りの、インポーターを作りました。これは、外部から倉庫の中にアイテムを搬入することのできる装置です。まずはこれを農業マシンに接続して、小麦や種を倉庫に搬入します。と言っても直接繋ごうとするとインポーターが複数必要になるので、まずはチェストに収穫物を搬出して、そのチェストにインポーターを繋ぎましょう。かわいいね。かわいいね、ボットさんそこじゃないです。配線が邪魔になりそうだったので、水中に配線することにしました。そして水中の操作に慣れない霊夢であった。よし、チェストの中身が倉庫に搬入されていってますね。ゆっくりだな。ゆっくりしていってね。そしたら、次はインポーターの逆、エクスポーターを作りました。インポーターの逆ということは、倉庫からアイテムを搬出する感じですか？そういう感じ。ということでこれを、餌やり用のトラフに接続します。お、ハムちゃんの餌を、それで補給するんだな。ハムちゃんも不思議そうに見てるんだぜ。可愛いんだぜ。ちょっとトラフの場所変えます。そういえば、ハムちゃんは昼に寝て、夜に起きるんですね。夜行性なんだね。昼も夜も可愛いから関係ないんだぜ。それではちょっと見にくいけど、エクスポーターをトラフに接続。そしてエクスポーターを右クリックして、GUI を開きます。種を設定すると、倉庫から自動で種が搬出されるようになります。これで完成です。窒息ダメージにはお気をつけください。ハムちゃんの二の舞になるんじゃねえぞ。では、動作検証です。うん、種を取り出しても、ちゃんとその場から補給されてますね。ハムちゃんの餌が無限になったんですね。餌食べ放題だぜ。よかったなハムちゃん。なんかの病気になりそう。それでは、ゴールデンラッソに隔離していたハムちゃんたちも、出してあげましょうか。かわいいね。あんたまでかわいいボットになってどうするんや。ということで、ここに仮の、ハムチャンズランドができました。まだ貧相ですし、水分補給を自動化していないので、もっと進化予定です。とりあえず、餌の問題はなくなったから、いくらでも増やせそうだな。ハムちゃんの繁殖ってできないのか？多分できないね。ウィキや説明書にも何も書かれてないし、ハムちゃんの赤ちゃんとか、どんだけ小さくなるのよってね。もはや点になりそうだよね。お昼になったら、みんな寝ちゃった。は、破壊力やばすぎんだろこのハムちゃん。やばい、マリサのハムスター症候群が。だからハムスター症候群って何さ。いやしかしこれは、間違いなく可愛いというか、間違いなく癒しというか、ズームしてみたくなっちゃいますよね。しばらくその映像を流してていいぞ。
強度編集も楽になりますし、ウィンウィンということで垂れ流しましょう。編集の裏話は言わなくていいからさ。さて、ハムちゃんの次はメイドさんです。今まで霊夢さんだけでしたが、メイドさんを増やそうと思います。とにかく人数分のベッドが必要になるので、作っているところです。しかしベッドを作るのはいいが、家もそれぞれ作るのか？気力もなければ場所もないので、しばらくは一つの家でもいいかなって思ってます。狭くない？大丈夫？設置してから考えましょう。行き当たりばったりなやつ。で、設置してみた結果がこうです。お、意外と狭苦しさは感じないな。あともう一つ設置するスペースがないので、私たち5人を揃えるときはもう一軒建てた方が良さそうですね。すまんなのび太、この家は4人用なんだ。ということで、あと3人召喚しましょう。召喚するときの効果音と、箱に入って降りてくるの好き。箱をゆっくり開けたら出てくるってのも、なんだか素敵よね。まあ、ここの奥主は東方のキャラ全然知らないんですが、一人目はマリサさんになりました。おお、私に似て、すごく可愛いじゃないか。自分で言うのかそれ。それでは、2人目です。2人目。わかって言われたんですけど。ご褒美じゃねえか、よかったな。あ、そういう方向に向かうのね。二人目は、チルノさんになりました。すごい、あたいだ。背中の羽の透明感が素晴らしいですよね。それでは、三人目です。おや、今度は青い箱ですね。誰かわかんないけど可愛い。で、三人目は私になりました。ヨウムも可愛いぜ。私は後のお楽しみですか、仕方ないですね。しっかりお家を作るまでお待ちくださいね。ということで、霊夢さんと合わせて4人揃った絵を撮ろうとしていたのですが、ヨウムがいないな。私は早速、読書を始めちゃったみたいです。まったく、勉強熱心なやつね。はいはい。あ、マリサさんはもうおねんねのようです。あたいも寝ちゃった。チルノさんその寝相どうなってるんですか？そしてその上を堂々と歩く霊夢さんである。やっぱこの家、狭いんじゃね？と、メイドさんが増えたところで、今回はここまでです。今回も、ハムちゃんズとメイドさん会だったね。可愛いこそ最大の癒しだからな。それじゃ、今回も見てくれてありがとうね。また、次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録やフォローしていってくださいね。高評価やいいねしてくれると、あたいは嬉しいよ。YouTube のサブチャンネルやニコニコ動画では、ボイスロイド実況なども投稿しているので、そちらも見ていってくださいね。それじゃ、また次回をお楽しみに。